マコウマック・アキコは、フリーアナウンサー。かつては、旧姓の平野・アキコ名義で活動を行っていた。和歌山県木の川市出身、幾多教室終了、慶太所属、既婚、三児の母。和歌山県立岸川高等学校を経て、神戸学院大学人文学部卒業。大学卒業後に、和歌山放送のアナウンサーとなり、その後、フリーとなった。 関西地区を中心に活動している。2009年にオーストラリア出身の男性と結婚。その後出産のため一時休業していたが、2010年7月より、朝日放送アナウンサー、武田和加子が産休に入ることになったことに伴い、武田が担当している武田和加子のピタットの代理パーソナリティとして復帰した。武田の復帰に伴い2011年3月に、 武田和歌子のピタットの担当は終了。終了直後の2011年4月より育児トーク番組マコウマックアキコの連れ連れなるママにお担当した。本人は産休からの復帰武田和歌子のピタット。出演の際、旧姓の平野ア子名義での活動を考えていたが、朝日放送の担当者から結婚後の姓の マコーマックアキコ名義での活動を強く進められて承諾。マコーマックアキコ名義での活動はピタッと。出演時限定で考えているとも話したことがあるがピタッと。降板後の2011年4月以降もマコーマックアキコ名義で出演している。ありがとうございます。